はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸三をお送りします。で、問題演習2問ですね、これやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後にちょっと厳しかったりとかね、分かんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は楕円と直線、これが接するように、まあ、定数 m の値を求めようという問題です。で、接するとか交点が2個ある、まあ、共有点だね、共有点が2個ある、共有点がないっていうのを、まあ、前々回の動画でやりましたけど、まずこれ1つの文字の式に変えてしまいます。これとこれ連立方程式をしていく。で、今回は直線の方が y イコールになっているので、y のところに、まあ、これを代入する、まあ、代入法を使って入れてしまいます。そうすると、2x2 乗でしょ？で、y のところに mx プラス2を代入して、まあ、2乗だね。で、イコール2です。で、まとめますか。まず開くか。ここ開くと、プラス。m2 乗、x2 乗のプラス 4mx プラス4だね。で、マイナス、こいつを持ってくると、マイナス2イコール0。で、x2 乗、ここまとめちゃって、m2 乗プラス2、x2 乗、x2 乗でくくったやつね。で、次が 4mx のプラス2と。これで、まあ、m は残ってますけど、y が消えた x だけの式に整理できました。で、そしたら、もう、まあ、接するとか、まあ、接するだから共有点1個っていうことね。共有点2個とか共有点ないっていうふうに言われたら、もうね、d、判別式でいきます。で、今回は、b のところが半分にできるので、まあ、4分の d いきましょう。で、今、接する、もしくは共有点が1つと言われたら、判別式がイコール0です。つまりこれをやる。で、4分の D。これの半分が 2M。4分の D は B' 2乗マイナス AC ね。で、B' がこれの半分の 2M だから、それの2乗すると 4M 2乗。で、マイナス AC なんで、マイナスかけるこいつ。M 2乗プラス2かける2です。それ C ね。だからまあ、マイナス2をこれにかけるって考えれば、こうなります。こう。で、まとめると、m2 乗。まあ、2m2 乗なんだけどね。4で、両辺2で割れば、m2 乗イコール2。つまり、2乗外すと、右辺にプラスマイナスルートがついて、これで終了となります。今回は m がね、正じゃなきゃいけないとか、そういう条件はないので、まあ、これ両方とも答えとして OK です。まあこれはね、オーソドックスにいけるんですが、まあ問題ちょっと2番ですね。これすごく有名な問題なんですけど、ちょっと難しい。難しいっていうかね、長いんだよね、やることが。で、基本的には、どういう、なんだ、問題の出され方としては、直線と二次曲線が出てきます。今回、放物線です。これが、楕円とか双曲線の時もあります、もちろん。で、その二次曲線と直線が、まあ、切り取られると。今だったら、これ放物線なんで、まあこういう感じね。なってて、それ直線が入ってるから、まあ、こういう風に直線があるじゃん。そうすると、切り取りますよね、ここ。交点で、まあ、こことここで切り取る。で、こいつの中点の座標と、も、およびこれの長さ。この二つを出せ。っていうこのセットで出されます。中点の座標と、よいしょ。長さね。で、これなんですが、まず、今、交点が2個あるじゃないですか。切り取るから。だから、2つの交点はですね、文字を使って置いてしまいます。で、今回は、まあ何でもいいんですけど、まあ、一応参考書とかがね、x1、x2、あ、ちょう。x1、y1 だね、こっち。で、もう1個、まあ、9にしようか。x2、y2 とすると。まあ、この文字で置くことが多いので、まあ、今回もこれでいきます。で、まず、この二つ、さっきと同じです。連立方程式だと思って、代入法で文字を一個消しに行きます。で、これはどっちを消してもいいんですが、まあ、俺は y イコールに、まあ、なってるので、入れちゃいましょう。さっきと同じだね。
2x-2 をここに入れます。そうするとこれの2乗イコール 4x で、これ開くと 4x2 乗ですよね。で、マイナス 8x でこいつ連れてくるとくっつけてマイナス 12x で、最後プラス4イコール0で、これ全部4で割れるので割っちゃいましょう。 3x プラス1イコール0です。今やってきたらまず交点置いてください。文字で置いてで、同じく連立方程式だと思って、まあ基本的に代入法でやることがほぼでしょうけど、やって文字を1個にまとめました。今 X にまとめましたけど。で、ここでちょっと懐かしいのを使います。数2。でね、自分の動画だと、一応書いておこうか。復習ね、もししたい方は。数2の34番の動画にあるんですけど、解と係数の関係っていうのを昔やってます。で、今回は今2つの、まあね、放物線と直線。これを連立で解いて、それの答えがこれなんですよ。交点が出てくるからね。連立すると。だから、これが解になってると。で、だから解と係数の関係で、まず、x1、まあ、x についてだからね。二つの解を足したものが、今、3になります。一応復習だったで言うね。で、もう一個。二つの解をかけたものが、今、1になるんです。で、これは、まあもちろんね、復習したい方は、これ、こっち見てもらいたいんですけど、こうなった時に、その解をね、今 X だから X1、X2 ね。もしこれ Y で式まとめた方は、ここが Y1、Y2 になってるからね。で、今解を足したものは、マイナス A 分の B になります。で、A は1、B はマイナス3だから今やると、マイナス A 分の B で3になる。で、二つの解をかけたものは A 分の C になります。A 分の C。つまり1分の1やから今1になるっていう。で、この二つをゲットするんです。で、そうすると、まず中点が出ます。中点。なぜかっていうと、まあ、一応、これ、まあ、入るかな。もう答え言っちゃってもいいかな。一応、口でと入れますね、説明。もしね、テストで途中式書かされるときはもうちょっと、丁寧に書いた方がいいんですけど、今、中点っていうのは、もちろん、こいつとこいつの中点ですよね。で、中点の出し方っていうのは、それぞれの座標を足して2で割るんですよ。これ、まあ、中学でもやりますけど、やるかな。俺の動画ではあるんですけど。で、こっちも同じです。それぞれの Y 座標を足して2で割る。これが中点の出し方なんです。で、今、見事に、X1 たす X2 は3ってあるんですよ、ここ。だから、ここ3なんです、ここ。つまり、X 座標は2分の3って中点ね。これで出すことができます。でも Y1 たす Y2 ないっすけど。って感じがすると思うんですけど、これはちょっと放っておく。で、どうやって出すかっていうと、X 座標が出たんですよ。2分の3って。ってことは別にこっちでもこっちでもいいんですけど、X に代入すれば Y 出ますよね。と、まあもちろんこっちの方が楽なんでこっちに入れますけど。つまり、X のとこに2分の3を入れて計算すると、Y は1。つまり、出したかった1個目の解、中点はこれで終了となります。まあこれ決まったほどの流れになってますので、まず、中点の座標の出し方、解とね、係数の関係使ってますので、ここまで確認してください。で、もう一個、長さですね。で、長さはもちろん PQ。ね、PQ が長さになるので、本当は、2点間の距離っていうのを前にやっていて、2点間の距離っていうのはそれぞれの座標。だから、X、まあ、どっちでもいいんだけど、座標を引いて2乗します。で、今、2から1を引いて、まあ、9から P を引いたんで、こっちも、9から P を引いて2乗する。で、PQ の出し方は2乗して2乗して足してルートがつくんですよ。でも、今、ルートを消す代わりにこっちに2乗つけちゃいます。ただ、計算楽なんでね。この後ルート書くのめんどくさいからさ。で、あとは、あれを倒しに行く。そう、これもちょっとめんどくさいんですけど。で、行きましょう。まず、こっち側は、これもう一回展開します。で、展開すると、X2 の2乗。これ公式出たの。2X1X2 プラス X1 の2乗と。で、問題があっちなんだけど、
で、これはですね、Y2 と Y1 をまず出します。どういうことかっていうと、ちょっとこれ消しちゃうんでね、申し訳ないんだけど、Y2 っていうのは、今これいくつかよ。こっちじゃなくてこっちね、楽なんで。ここに Y2 入れたら、ここは X2 に変わりますよね。つまり、Y2 っていうのは、2X2-2 となります。いいかな、ここに Y2 代入して、X 代入したわけです。Q の座標入れたっていう感じ。だから同様に、Y1 も当然 2X1-2 となります。これを代入しただけです。それぞれの座標をね。ってことは、Y2-Y1 は、これ引くこれは、こいつ引くこれになるんです。だから、上から下を引くと、2X2-2X1 となります。このマイナスには消えるからね、引き算で。だから、これ置き換えるとこうなんです。で、こいつの2乗をするんです、今。で、右端でギリ入ると思うんだよね。こいつの2乗すると、まずこっち。4X2 の2乗でしょ?で、マイナス 8X1X2 のギリかな。プラス 4X1。1の2乗。あ、ごめんね。ちょっと狭くなっちゃったけど。ってなりました。まとめましょう。で、まとめると、ちょっと X1 先に書きますね。まとめると、5X1 の2乗。で、マイナス 10X1、X2 のプラス 5X2 の2乗と。こうなります。まとめるとね。で、これまず5でくくり、まあ、自分はね、5でくくります。2乗マイナス、こうなって、Y じゃない。間違った。X2 の、2乗じゃない。こうか。まあ、こうなりました。これ5で割っちゃダメだからね、これ。で、こうなった。で、どうするかっていうと、ここ、中身ね、普通に因数分解したら、X1-X2 の2乗なんですよ、こいつ。こうでしょ。でもこれじゃダメなんす。しちゃうと、この先何もできなくなっちゃう。今与えられてるのは、こいつとこいつしか与えられてないので、これ無理やりなんですけど、X1-X2 にするんではなくって、5(X1+X2)の2乗にします。なぜなら、これを使いたいから、今。でも、これ一回展開で戻してみてください。まあ、頭の中でも書いてもいいですけど、展開して5を配ったらさ、5x1 の2乗、プラス、10x1x2 の 5x2 の2乗になってます。でも、これに戻らなきゃいけないでしょ。ってことは、こいつから、マイナス20これ。マイナス20の x1、x2 をしてあげれば、ここが消されてこいつに戻ることができる。あれです。無理やり因数分解するやつですね。で、そうすれば、X1、X2 は3なんで、5×サザンが9で45。で、X1、X2 は1なんで、マイナス20となります。つまり25。で、ここまで計算頑張ってきたから、よっしゃ、25って行きたくなるんだけど、今、PQ2 乗だからね、こっち。2乗消さなきゃいけないんで、よって、PQ。ちょっと右に書きたかったね。本当は2乗外すと、よって PQ イコールプラスマイナス5になります。本当はプラスマイナスルート25だからね。でも長さにマイナスはないので PQ イコール5となって、これで終了となります。まあでもね、ちょっと長くはなるんですけど、本当に有名な問題なので、ぜひこんな感じで解いてみてください。では、今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸3をお送りしました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、このシリーズとこのタイトルか、もう一本だけちょっと問題演習をやりたいので、もしよかったら次回の方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。